のアイドル陶芸家、陶芸王子という役どころでございましたが、実際には陶芸姿も披露されていらっしゃいますね。やはり練習はされましたか？あ、はい、陶芸王子牧野啓太役の山田由紀と申します。ありがとうございます。すいません。あの陶芸もしっかり練習させていただいて、初日にろくろを回させていただいたんですけど、あの先生がそれ焼いてあげるよっていうことで、あの一応器になるまでは自分で作って、初日に作ったものをこう本当にいただいて、あのかなり思い出になってますね。はい、あの舞台挨拶というのが僕今回今年一発目なので、こんなに豪華な方々とこう登壇させてもらえるのはすごい嬉しいですね。あとやっぱり陶芸王子っていうことで、あのちょっと自分も心配、どれだけ王子になれるかっていうのが心配だったんです。やっぱりあの広末さんに本読みの時に、あの山田君王子できるのって言われたのがすごく引っかかってですね、あの前共演させてもらった役がとてつもなく変なキャラクターだったので、あのすごく心配されていたので大丈夫だったですか？ご本人じゃないですよ、ご本人のことじゃなくて、前の役が結構へっぽこな役だったのであそこから王子なんだって すごい、うん、そうなんです、はい、王子でしたよ。でもあの高校時代の あのあだ名があのプリンスだったんです。恥ずかしながら嘘じゃないですでもいじられてたんです、裏で。本当はプリンとか言われてたみたいで、はい、あのそういうお話です、はい、ありがとうございます。今すぐに叶うことなんで、一つだけもうやらせてもらっていいですか？あの中井さんにお伝えしたいことが ありまして、はい、あの誕生日が一緒なんです。本当に？はい、叶いました。今年したいことじゃあ今度二人でお祝いしましょう。はい、よろしくお願いします。まっすぐ蔵之介さんの目で、いや本当なんだって言われたら、もう何でも信じちゃいそうだなっていう、あのなんかこうなんていうんですかね、絶対人を騙さないような雰囲気を持ってらっしゃるんで、本当なんだって言われたことが嘘だったらもう分かんないなって思って、蔵之介さんに入れさせていただきました。あ、じゃあ良くないことなんで、ごめんなさい。あのすいません、ごめんなさい、すいませんそしてその加藤さんは、そんな山田さんも、はい、はい、やっぱりあの役者的に言うとね、非常にいろんな役をこうこの若さで、中井さんとかぐらいねキャリアがあって、その経験でいろんなことをこうやっていけるっていうのは分かりますけど、この若さでいろんなも役をやるということは、もう嘘つき以外の何者でもないかなっていう、もう自分を見せない人だから、ある意味役者として素晴らしいっていうことなんですけど、そうかなと。あの全然嬉しい一票です。はい。